皆さんお疲れ様です。メンタルヘルスチャンネルのレミです。今回は皆さんの周りのお友達や彼氏、彼女、パートナーなどがうつ病などの精神疾患を発症してしまった時にどう接したらよいかという話をしていきたいと思います。以前もアニメーション動画でうつ病患者さんの接し方や禁句についてご紹介していますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。うつ病などの精神疾患は今現在日本で約400万人近く患者さんがいると言われており、大変身近な病です。おそらく社会人になると少なくとも周りで一人くらいは友達や同僚、知り合いなどがうつ病や適応障害を発症したなんてことを耳にすることがあるかと思います。ですが、いざ周りの大切な方がそういう事態に直面した時に自分はどう接したらよいか、どう声をかけたらよいかというのがなかなかわからないと思います。ですので、この動画では私自身がうつ病やパニック障害を経験した際にこういうふうに接してもらえたのが良かったという例を挙げながら、分かりやすく皆さんがより実践しやすいように5つの点に絞って解説していきたいと思います。 1. 常に味方でいることを伝える。うつ病をはじめとしたメンタル疾患を発症された患者さんは常に自分を責めていたり、罪悪感に悩まされていたり、孤独感を抱えていることが多いのです。こんな辛い思いをしているのは自分だけではないか、自分のことを分かってくれる人なんて誰もいない、そんな風に落ち込んでいることもあります。ですので、ぜひ仲の良い大切な方がうつ病などを発症した際には、自分はあなたの味方だよ、心はいつもそばにいるよということを伝えてあげてください。たとえ住んでいる場所が離れていても関係ないのです。大事なのはどんな時も患者さんの味方でいてあげること。距離が離れていても自分の心はあなたのすぐ隣なんだよという気持ちを伝えてあげると、患者さんは少し安心することができると思います。今は SNS が発達している時代ですので、 LINE やメッセージ機能でいつでも連絡したり電話することもできますよね。もちろん頻繁に連絡が来てしまうのがプレッシャーになる患者さんもいますが、それでも必要な時は患者さんに対して寄り添ってあげられるようなメッセージを伝えられるといいかと思います。患者さんはたった一人でも自分の理解者がいることで安心したり生きる希望が見出せたりするものなんです。うつ病などの病気を発症すると人生に強制ストップがかかった状態になるため、どんなに動きたくても、働きたくても、学校に行きたくても体と心が崩壊しているため思うように行動を取れないんです。そうすると周りはどんどん人生を先に進んでいるのに自分だけ時が止まり、世界に置いてきぼりにされている、そんな恐怖心や孤独感、絶望感を強く感じることがあります。そんな時、私が親友に、たとえ世界に置いてきぼりにされても私はあなたのために止まっているから大丈夫だよと言われたことがあり、本人は何気なく放った言葉だったのかもしれませんが、未だに忘れられないくらい心に響いており、生きる希望をまた見つけられることができたきっかけになりました。ぜひ大切な方が病になってしまった時は味方でいてあげる、優しく見守っていてあげるというスタンスを忘れないで接してほしいと思います。ここで注意が必要なのは、あまりに仲が良いと時には叱咤激励をしたり説教をしたくなることもあるかと思います。ですが、健康な人に対してはそういうことも必要な時があるかもしれませんが、うつ病などの病気となると話は全く別です。うつ病の時に相手を責めたり励まそうと叱咤激励、説教などをすることは逆効果になり、うつ病をさらに悪化させる危険性があるのです。特にうつ病が重症な人や起死燃料といって死にたいという願望が強く出ている患者さんに対しては、そうした患者さんを責める言葉が引き金で患者さんが命を絶ってしまうという危険性もあるのです。ですので、決して病気を抱えている方には患者さんを責めるという行為はしないようにご注意ください。 2. 笑えるものを共有。続いて、私がやってもらってとても効果があったことが、笑えるものを共有してもらうことです。私自身が闘病していた頃に弟が大学が休みで帰省していた時期が重なっており、多くの時間を弟と共に過ごしました。そんな時、弟はお笑いが大好きなので、その影響で毎日のようにお笑い動画を一緒に見るようになったんです。朝から晩まで暇さえあれば笑える動画を YouTube で見て、お笑い芸人の DVD もたくさんレンタルして、
ずっと笑えるものを2人で共有していました。そうすると不思議なことに、どんなに辛くネガティブな時でも笑うという行為をしているうちに、少しずつうつ病が改善していったんです。また私は食欲がなく、体重が20キロ近くも落ちてしまったのですが、そういう面白い笑える動画をたくさん見ているうちに、気づいたら食欲も湧いてきました。また弟が日頃から普段の笑える話や何気ない面白い話を私にたくさんしてくれて、そういった些細な笑いというものを日常に取り入れることで、ちょっとずつ健康を取り戻していきました。また弟の影響でギャグ漫画を買って読んでみたり、自分でも意識的に笑える動画を YouTube でたくさん見るようにしていき、次第にメンタルも改善していたのです。笑うという行為は実際に気分の落ち込みを改善させたり、病気に強い体を作ってくれたり、非常に健康に良いということも分かっています。うつ病などの精神疾患で落ち込んでいる患者さんに笑えるものを共有するというのは効果があることなのかなと私は感じています。ですが、うつ病が本当に重い時は笑う行為すらできないということもあります。ですので無理強いする必要はありません。ですが、例えば LINE でやり取りする間柄であれば、たまにお笑い動画や面白かった動画のリンクを送ってあげたりするのも良いかなと思います。笑いと一言に言っても、純粋に笑えるものと、中には誰かをバカにしたりして笑いを取るようなものもありますよね。できれば傷つけないお笑いというのをピックアップすると良いかなと思います。うつ病中はとってもセンシティブになっているので、誰かをバカにしたり差別したりすることで笑いを取るというジャンルに関しては、逆にメンタルが悪化する可能性もあります。難しいかもしれませんが、最近お笑い界でも流行っている人を傷つけないで笑いを取るというものが良いかなと個人的には思います。3、定期的な連絡。うつ病などの精神疾患を発症しているときは、どうしても連絡するのが難しくなってしまいます。病気が重くて SNS やメッセージを開く気力、体力すらない、そもそもスマホを持てる力すら出ない、なんていう時もあります。ですので、もし病気の患者さんから連絡が頻繁に返ってこなかったとしても、そういう時期があるんだなという気持ちを忘れないでください。また気持ち的に他人に連絡できるような状態じゃないほど落ち込んでる時もあります。ですので、連絡してもなかなか返事が来ないなんていうことはよくあることですので、支える側の方はあまり極度に不安になったり落ち込んだりしすぎないでくださいね。とはいえ、うつ病の時に友達からの心配の連絡というのは助けになることももちろんあります。特に私がうつ病が重症で入院していた時に、ほとんどの方と連絡を絶っていたのですが、それでも諦めずに定期的に生存確認をしてくれる親友が何人かいました。1ヶ月くらい誰とも連絡を取っていなかったのですが、そんな時でも3日に1回、1週間に1回と心配の連絡を定期的にくれていたこと、それ自体が本当に励みになっていましたし、連絡が来るから生きておこうと頑張れていたんです。うつ病の孤独な時期は、誰からも必要とされてないと感じた時、強い不安や恐怖心、絶望感に襲われます。ですが、友達一人からでも心配の声をかけられると、ああ、自分は必要とされてるんだ、生きてていいんだと、ふっと楽になれることもあるのです。なので、もしうつ病などの患者さんからぱったり連絡が途絶えたとしても、諦めずに定期的に、大丈夫かな、心配してるよ、あなたのことを大切に思っているよ、いつまでも待っているからね、といったようなメッセージを送っていただけると助かると思います。とはいえ、毎日のようにそんなメッセージが届くと、それはそれで患者さんは返信しないといけない強いプレッシャーに襲われることもあります。あまり毎日しつこく連絡をするというのは、人によっては不快に感じることもありますので、連絡をするペースというのは少し考えるようにしましょう。また電話するということは少しハードルが上がってしまいます。中には電話することで話してすっきりする方もいるかもしれませんが、電話が怖い、苦手になっている患者さんもいるのです。なので、何の連絡もなしに突然電話をかけるということは、強いプレッシャーを与える可能性もあります。あまり頻繁に電話を突然かけるということはしないように気をつけてください。もし患者さん側から電話したいと話してきたり、実際に患者さんから電話があったら直接声を聞いて話すというのも大事です。とはいえ、夜中に何度も患者さんから電話が来るとか、毎日頻繁に電話が来る、また電話で罵倒され
されるというようなことがある場合は病気の症状であることもあります。そういった状態に真面目に付き合うことで支える側が負担を感じメンタルを病んでしまう危険性もありますので気をつけてください。 4. 遊びの約束には注意。給食中や休学中、お休み中の患者さんと遊ぶ約束をすることもあると思います。やっぱりこれまで仲良くしていた友達、同僚、パートナーには会いたいですよね。ですが遊ぶ約束も少し注意してほしい点がいくつかあります。まず遊ぼうと誘うことそのものはそんなに悪い行為ではありません。患者さんは孤独感を感じていることもあるので遊びに誘われるということは自分は必要とされてるんだと嬉しく思うこともあります。ところが心では遊びたいと思っていても実際に体がついてこないということがよくあります。特に病気中は心身の不調に大きな波があるのです。遊びの約束をした時は体調がたまたま良いので OK したんだけれども、当日になって病気の症状が悪化してしまい泣く泣くキャンセルせざるを得ないなんてことがあります。私はこういうことがしょっちゅうあって周りの人たちに迷惑をかけているなぁと感じて罪悪感に苛まれていました。とはいえやっぱり体調が良い時には友達やパートナーにも会いたいし話もしたいものです。なので遊びの約束をしようとすること自体は良いと思います。ですが難しいのは日にちや曜日、時間を指定するということです。もちろん遊ぶ時はそれができなきゃそもそも遊べないじゃんという話ではありますが、そういう日時を指定されてしまうとその日が近づくにつれてプレッシャーが強くなって具合悪くなることもあるし、当日に体調を崩しドタキャンする可能性も高いです。なのでもしどうしても日時を指定して遊ぶという場合は患者さんの体調次第でドタキャンになる可能性が高いということをあらかじめ覚えておきましょう。そしてもし患者さんがドタキャンをしても責めないであげてください。また連絡をする際にも当日何かあったらドタキャンしてもいいし、会ってる最中に体調悪くなったらすぐ解散でもいいんだよといったことを伝えてあげると心が楽になると思います。また遊ぶ場所についても注意が必要です。多くの患者さんは人混みなどの混雑している場所が苦手になっていることがあります。また乗り物を長時間乗ることも苦痛を感じることがあります。そのため遠出をする、旅行をするといった体力を使うことは控えた方が良いかもしれません。また人の多い映画館、人が密集しているショッピングモールやレストランなども苦手とする方がいます。個人的に助かったのは友達のお家に招いてもらってそこで軽くお茶をしておしゃべりをしてすぐに解散というものでした。これは混雑もないしリラックスできたので良かったなと思います。それが難しければ近場の人が少ないカフェや人が少ない時間帯を選ぶというのも手です。また食事を一緒に取ることができないという不安障害の患者さんもいます。そのため食べ放題とかレストランといった場所に行けない方も中にはいるため、カフェのように軽食や飲み物だけオーダーできる方が良いということもあります。またカフェインやアルコールを控えている患者さんも多いためノンカフェイン、ノンアルコールのものが置いてあるお店を選ぶようにしてください。また私が助かったなと思ったのは親友が家の目の前に来てくれてお土産を渡してくれて15分くらい立ち話をしたというものでした。これも短い時間でお互い気を使わなくて済むし精神的に楽になれたなぁと感じます。 5. 仕事の話を持ちかけない。仲の良い人に会うとどうしても仕事の愚痴を話したくなることありますよね。ですがうつ病などの精神疾患を持っている状態では心が繊細になっており、仕事の話を聞くだけで具合が悪くなる、うつが悪化するということがあります。ですのでまだ病気の治療中という方にはあんまり愚痴や暗い話、ネガティブな話ばかりしないように気をつけてください。患者さんは無理して明るく振る舞っていることもあるし、頑張って聞いているふりをしてしまうこともあります。ですが心の中がボロボロになっていることがあるんです。なので極力仕事のことを思い出させるようなネガティブな話を持ちかけないよう気をつけてほしいなと思います。ですが患者さん自身から仕事の話をするようになってきたのであれば、それは聞いてあげてほしいと思います。病気が改善してくると仕事の話をしてもだんだん平気になってくるし、
他人の話を聞いてもあんまり強く影響を受けなくなってきます。回復してきたら好きなように話をすることもできると思いますので、それまでは治療の間は愚痴や仕事の話、上司の悪口をぐっとこらえて、できるだけ明るい話や笑える話、ポジティブなことを話してあげると患者さんも楽になれるかなと思います。ということで、今回は友達やパートナーなど身近にいる大切な方がうつ病などの精神疾患になってしまった場合にどう接したらよいかについて具体例を挙げながら話してみました。いかがだったでしょうか。ここでお話しした注意点を気をつけながら接することで患者さんの病気の回復を手助けすることもできると思います。ですが大事なのは自分自身の心身の健康でもあります。患者さんを助けたいという一心で自分を犠牲にしてあれこれと世話を焼いてしまうことが原因で自分が壊れてしまったら意味がありません。患者さんに対して全てを捧げて自分をないがしろにするということはせずに、程よい距離を保ちながら長い目で患者さんを見守ってあげてほしいなと思います。また過去にも患者さんへの接し方について動画にしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。